こんにちは、速稼塾の久保です。なんかね、普通郵便が10月からだから来月からですね、土曜日の配達を休止するそうですね。じゃあ週に1日は休んでいただけるのかなと思います。それから速達はなんとね、値上げではなくて1割値下げになるそうです。これは便利で使いやすくなるんじゃないですか。もう何もかも速達で送っちゃおうかなという気もします。私の場合はね、レターパックっていう350円で封筒のでかいやつを買うんですけどね、これをね100部ぐらい買って、それから大抵のものはこのレターパックで送ります。レターパックはね、追跡ができるのと、あと保険がそのままかかってるんですよね。あと早いんですよ、今日出したら明日着くみたいなね。それから切手をいちいち貼らなくていいですよね。切手重さによってこうペタッと貼るわけじゃないですか。あれレターパックだと350円一括なんで、そのこういう大きな封筒に入る部分全部入れてですね、だから書類とかすごくね入れやすいんですよ。そういう感じで私はレターパックを使ってますよね。でこれね、私の希望なんですけども、その郵送代ってもっとね値上げしてもいいんじゃないかなと思うんですよ。例えばハガキ、これね300円ぐらいで送れるようになったらいいんじゃないかなと思いますね。300円、封筒500円とかね。なんでこういうことを言うかっていうと、つまりね、ダイレクトメールってあるじゃないですか。セールスのハガキとかバンバン来ますよね。あれね、この金額だから来ると思うんですよ。1枚80円とか100円以下で送れるからバンバン来ると思うんですよ。だからね、そこそこ高いといいものしか流通しなくなると思うんですよね。だから価格が安いっていうのは、例えば皆さんのところにもなんかその、いたずらメールといいますかね、不要なメールってたくさん来ると思うんですよ。いろんな関係ないセールスメールとかね、あれはメールを送るコストが安いからバン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 来ると思うんですよね。でもメール1通が300円かかったらどうですかね。多分相当慎重に購入確率の高いものだけを吟味して無作為には送らないと思うんですよ。買ってくれるだろうなーっていう確率の高い人にだけ商品の案内をすると思うんですよね。だからメールがねたくさん来るっていうのは、ちょっと厄介で作業が増えるんですよね。でしかもこんなの送ってくるなよみたいなのが大半です。よくよくメールを受け取る人のことを考えて、これだったら読んでくれるんじゃないかな、これだったら売れるんじゃないかなっていうものを送るぐらいの覚悟がないと、やっぱ送ってきてほしくないなと私は感じるんですけどね。そうなるとですね、300円でメールが1通ってことになると、相当いいメールしかみんな送らなくなってくるんで、情報の質が良くなるんじゃないかなと思うんですよ。で郵便物もそうなんですけども、価格が高いとより慎重に送るようになるのと、あとはね、流通に関わるコストが十分回収できるので、もっともっと丁寧な配送になってくるんじゃないかなと思います。それこそね、こういうふうに考えるんですけども、普通郵便は2日に1回しか流通させませんよ、その代わり安いですよというものが片方であってね、これ従来通りの80円とか100円であって、で今度ね、300円500円みたいな、いわゆる速達みたいな重要配達は毎日やりますよ、深夜でもやりますよ、次の日には届きますよみたいな感じでね、こうグッと差別化して、高速道路を乗る人と一般道を行く人みたいに郵便事情変わっても面白いのかなと思っちゃいますけど、どうですかね。それでは本日はこれが1本目の回答になります。いってらっしゃい。